次回のサンデープッシュスポーツは体ウィーク巨人スペシャル。スキンケアをちょっと始めさせてもらいました。なんか前まで4つぐらい買って化粧水、美容液、乳液かな、で最後クリーム塗ってたんですけど、なんかこれ1個だけでいいっていうのをなんか友達からもらって、卵を扱うようにもう優しくトントントンやってんだよ。巨人選手のスキンケアから東京ドームベンチ裏の選手食堂、ジャイアンツ寮の食堂まで大公開。トープ東京ドームのケータリングがねめちゃめちゃ美味しいんですよね。僕が一番びっくりしたのは毎試合お寿司のおけ盛りが出てくるんですよ、はい、必ずしかも5段ぐらい乗ってるんですよ。トマそれは頑張れるなと思いますね。大事なことですよ、はあ、本番前にモチベーション上げる。丸山さんの時はどうですか。現役の時はやっぱり本当に丸鶏一択で やってたんです。丸鶏だけ、はい、丸鶏だけでやってたんです、うん、今はあの一番の自分のこだわりはメンマ縦にしたら1じゃないですか。1ですね。だからすごい縁起がいいから今はもう本当にメンマをめちゃくちゃ食べるようにしてます。でもキュウリも縦にしたら1だよ。確かに終わり。難しそうこれ。さらに秋広の体年齢をチェック。それをスタジオでも挑戦。じゃあいきます、はい、それではお願いします、はい、うわいけるいける。あの失敗のケースがレアでよくわかんない。日曜夕方4時55分。